今日もよろしく。どうもダメです。さあ今日はね、声に触れたら即終了やっていきたいと思うんですけど、今日マジでみんなにちょっと言いたいことがあった。言いたいことあってすぐにマリオカードつけたんやけど、今日な、歯医者行ったらな、女子歯科医師のえらいお姉さんが今日対応してくれた。もうなんかさ、今日歯医者でさ、ちょっと歯肉がさ、ちょっと痛いから歯医者行こうと思って行ったらさ、なんかお姉さんみたいにさ、いらっしゃいませ、こちらへどうぞ、みたいな。なんかもうピンクのさ、なんかフェロモンみたいなのがさ、ドッバーって出てる女がおってさ、女っていうかキモい。でもさ、俺なんかそんな童貞みたいなさ、感じで思われたくないからさ、あ、よろしく、みたいな。ちょっと格好つけとったね。あ、よろしく、みたいな。で、そしたらさ、あ、じゃあやっていきますね。くそったらやばい。あ、ぶやばい。ちょっと歯の方見ていきますね、つって。あ、わかりました。見てください、みたいな。で、見てたら、あー、ちょっと炎症起こしてますね、みたいな。まあ、わかっとるわ、みたいな。だから来てんねん、みたいな。そう思いながらも、あ、そうですよね、つって。で、あー、ちょっと、言いたいことあるんですけど、って言われて、え、何みたいな。俺のビッグチャンス到来かと思って。どうしたんですか、って。歯の磨き残しがすごい多いんですね。ちょっかったらおめでめやって言いかけたけど、お前舐めて言ってねえぞと。あ、ちょっとね、そこは冷静になりながら、どういう意味ですかって言ったら、結構こうやってこすると歯がザラザラすると分かりますかって、分かんねえボケとか思いながら、あー、ちょっと分かんないですねって言ったらさ、あ、そうですか、ちょっと磨き残しがあるので、ちゃんと歯磨いた方がいいですよって言うから、待って、ちょっと待って、目だもんねちょっともうグッとグッとする、あ、そうですよねみたいな。え、でも、あー、ちょっと待って、でも僕結構思うんですけど、よくご飯食べ、でも僕結構思うんですけど、よくご飯食べ